県内のラーメン店で販売が始まった新しい餃子。一見普通の焼き餃子に見えますが、ちょっと違うんです。美味しいですよ。あっさりしててからだからね、お肉よりも最低体にはいいと思いますね。実は動物の肉が一切入っていない大豆の肉で作った餃子なのです。普通の餃子とあんまり僕は変わらないと思います。味仙ラーメンではこの餃子を3ヶ月間試験的に販売する予定。今後は海外も含め販売を目指しています。これらの大豆のお肉を開発したのが熊本市に本社がある大豆。30年の研究を経て去年商品化。その名もミラクルミート。開発する上で鍵となっていたのは大豆の発芽条件。発芽に必要な温度、空気、水などを与えるタイミングや量の条件を変えることで、鶏肉、豚肉、牛肉などそれぞれの味に似たミラクルミートができるのです。このハンバーグも牛や豚のひき肉がたっぷり入っているような、一見普通と変わらないように見えますが、大豆 100% のミラクルミートで作ったハンバーグです。信じられないぐらいお肉の食感になってます。食感だけじゃなくて肉肉しさを感じる風味と味付け、これどうして？これはお肉ですね。大豆です。このような肉を作るのには理由があります。国連によると現在77億人の世界の人口は2050年には100億人を超える見込みで、そうなると人口に対して肉も魚も卵も生産が追いつかず、タンパク質が不足する時代が来る可能性があるといいます。タンパク質をひょっとしたら世界で取り合いになるようなことが起きるかもしれないです。僕たちはその不足するお肉に代わるようなですね、タンパク質、植物肉をですね開発したんです。このミラクルミート、全国から注目が集まり、さまざまな商品が誕生。例えばハンバーガーチェーンのフレッシュネスバーガーはパティにミラクルミートを使ったバーガーを発売。ニチレイフーズの冷凍食品のハンバーグでも導入。スーパーなどで購入でき、熊本でも身近になりつつあります。益城町にある製造工場は去年稼働を始めたばかりですが、需要が増えたことから今月工場を拡大。これまでのおよそ5倍に生産を増やすことができます。技術もこの1年間でますます進化。その一つが食感です。肉の筋肉の繊維をどうやって大豆で表現するか。これまでは原料に大豆のみを使っていましたが、一部にエンドウ豆も加えたといいます。エンドウ豆はデンプンです。大豆はタンパク質というですね、性質を混ざらない性質を利用して一本一本の繊維が際立つような実験をしておきました。この大豆だけでいくと大きな太い大豆の繊維ができてしまうんですけども、太い大豆のタンパクの繊維の間にデンプンが入り込んで、細い糸状の、筋肉のような繊維を作る。これにより食べた時の鶏肉のような繊維を感じるようになったのです。先月にはアメリカ・ボストンに子会社を設立。世界に広めるために工場の建設なども計画しています。将来のタンパク質不足に向けて続くミラクルミートの開発。まだ日本はあんまり皆さん危機感を感じておられないんですけれども、問い合わせはやっぱ海外の方が多くなってますよね。発芽大豆を使って我々がトライしていくのは、これから卵であるとか乳製品、
まあ、こういった大きな課題が残っていますので、今このメンバーで挑戦しているところですね。